Whatever you do, don't... Hi everyone! なんだなんだなんだ二人の爪団佐藤です。ホラーゲーム企画から説明第514弾はこちらのゲームアマンダザアドベンチャーやっていきたいと思います。ゲームの概要を読んでいきましょう。屋根裏部屋で子供向け番組のビデオテープを見つけました。その番組にはアマンダという勇敢な少女とウーリーという臆病な羊が出演しているそうです。なんか記憶にあるようなないような、でもなんか奇妙なほどに引きつけられるこのビデオテープ、果たして何が映っているのでしょうか。ということでやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということでやっていきましょう。まずエピソード 1,2,3 つあるみたいですね。順番に見ていくみたいだね。なんか子供の字で書いたんだろうね。意義が逆になってたりするけど、これをビデオテープに入れると、一見普通のね、可愛らしい番組だけどね。 Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples?あー、なんかスペルの練習みたいな、そういうやつなのかな。リンゴが好きか聞いてきてんのかな。ちょっと もう一回聞きたいな。間違えたりしたらもう一回とかになるのかな。とりあえずなんかイエスって言っとこう。 I'm allergic to apples. あー、なんか通じたわ。That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? あー、なんかお買い物しに行くのかな。なんかもしかしたらリンゴを買いに行くみたいなこと言ってて、でどれがそのショッピングできる場所かなみたいな。スーパーこれじゃない。 Yeah, that's right. あ、なんかイケてるリスニング。 We're at the store. It sure looks crowded, but... And look, there are apples. Can you see apples? やっぱアップルって言ってるもんね。これアップルって入れるんじゃない。やっぱスペルをなんか入れてく子供向け番組なんだもんね。これ合ってるよね。単純にスペルに自信がないっていう。正解いけたまでも、うん、とりあえずこれでエピソード1クリア。いや、シンプルに英語の勉強になりつつある。エピソード1は全然普通の内容だったよね。まあ、まさにその少女のアマンダとウーリーがね、一緒にお買い物に行って、まあ、なんかちょっとしたあれだよね、初めてのお使いみたいな感じっていうか、そういう内容だったよね。さあ、エピソード2では一体どうなってしまうのか。これなんかですとか入れさせるんじゃない、最終的に。Oh, あ、なんだ you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone! なんだなんだなんだ。 I'm Lily. やばいとこで撮影してるよ。 Today, we're going to get meat for grandma. But is a grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is?おばあちゃんの話してたのはギリわかったわ。なんだろう、なんかおばあちゃんにお土産でも買ってくってことかな。これ左側がアイスクリームのお店で、右側がお肉かな。なんでこんなゴミ捨て場のところで撮影してんので、あの序盤でさ、ウーリーがさ、なんか助けをこっちに求めてくるみたいなテンションだったよね。でどっちがいいんだろう、おばあちゃん。いや、でもアイスクリームかな。一回ちょっと間違ってるかもしれないけど、なんか選んでみようって人によ。ちげえよって言われたよね、今ね、多分ね。こっち側なんでしょ。There it is. Let's go. Hello, meat man. 精肉店だよね。やばいやばいやばい。Can you tell the meat man what we need? これはあれかな。じゃあ、ミートって入れるってことかな。なんか流れ的にはそういう感じだよね。ミートって、こうであったっけ。That's right. あ、やった。よし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 。意外となんとかなってるぞ。店主なんだ？あ、お肉を刻んでるだけだよね。何この不穏な音楽。アマンダも口アングリ。あ、ゆっくり閉じていく。ちょっとね、真顔にならないで。怖い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 。隣のウーリーを見てますけども。いいね、これはちょっとゾッとくる展開だね。なんかこの画面の向こう側、こっち側にもさ、話しかけてくる感じあるよね。ウーリーちょっとなんなら助け求めに来てたよな。多分あのお肉屋さん行ったら自分が殺されちゃうかもしれないっていうのをなんか感じ取ってたんだろうな。さあ、ということで、じゃあエピソード3行ってみますか。ちょっと皆さんのリスニング力も試されてきますけど、頑張って一緒に頑張っていきましょう。俺も全然分かってないけど、なんとかなる。ああ、おばあちゃん家かな。毛皮だけ。It's dark out. Let's go home. Let's go home? え、待って、だってこれかつてウーリーだったものだよね。ちょっとこれクリックしてみていい？
あ、これはクリックできないんだ。公園にも行けるし、レッツゴーホームだからおばあちゃん家かな、なんかそこにも行けるのかな。いやでも一回ちょっと間違えたやつ選んでみよう。あ、ホーム。怖っ。いやそれでもまだパーク。Where's the house? なんで家に来たがらないのみたいな感じだね。目ガン開きじゃない、やば。行くよ。もう選択肢なくなったんだけど。ドア開けてって。え、でも窓を開けようとしよう。怒ってる。アマンダが、この子やばいだろ。逆らいたくなっちゃうよね。あ、窓消された。じゃあドア入るしかないか。トントントン。何、やばいって、首の角度。おー、化け物だ。いなくなった。待って、これは5文字 D-E-A。 ちょっと、やばい。すげー。いや、なんか遊戯王のウィジャ版の勢いでさ、デスを刻もうとしてたけど、そんなことせずともデスだったわ。ちょっとこれでもなんかアゲインってあるね。これででも多分クリアだと思うけど、一応もう一回やってみようか。あ、単純に最初に戻ってくるだけなのかな。最初のやつでさ、あのリンゴじゃないやつ、オレンジとか選んでたらどうなってたんだろうとか、ちょっとやってみようか。でもなんかこういうテイストのやつやっぱすごい好き。ポップなんだけど、ほら、いいよね。なるべく子供向け番組なんか怖い方がいいからね。教育テレビでもなるべくこういうの流した方がいいからね。やっぱそのお店に行こうとするんだけど、もうここで公園か帰宅しよう。Do you know where the store is? あ、まだ最初のエピソード1はちょっとそんな高圧的な感じじゃないね。パーク。Do you know where the store is? ああ、選択肢がなくなった。これでお店にしか行けなくなったねって感じだね。オレンジはオランゲランゲで覚えてるから、オランあ、ダメだ、5文字だ。なんか5文字のもの、それこそデスとか打ってみようかな。 DEATH アッポーアッポーって言ってくるわ。ダメだ、アッポーしか選べないんだね。 Now we can make apple pie。 いやでもなんかこのアマンダの圧のある感じ、演技力ありますよね。演じ分けるのすごいよね。この場面ではもう他のことはできないのかな。もうこれ停止した方がいいよ、この呪いのビデオ。面白っ。ここね。Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't. Hi, everyone. ああ、やっぱ you って言ってたからこっち側に話しかけてきてるよね。いや、勇敢な少女アマンダ。完全なサイコパスなんだよな。いや、でもお肉屋さんかアイスクリーム屋さんしか選べないね。ウーリーを助けたかったな、この子。私は31に行きたいんだ。あー、また消された。この顔怖いよね。There it is. Let's go. で、お肉屋さんに行くっていうのがまたいいよな。Hello, That's right. いや、やっぱこのシーンとかゾッとくるんだよな。で、今ね、スペルミスを2回した後、3回目は強制的に勝手にミートになりましたね。4文字のやつを適当に打ってもミートになってた。ここの顔を合わせるシーンマジで好き。で、最後のやつとかさ、なんか5文字でウーリーかな、WOOLY でウーリーみたいなんだけども、そういうのとか打ったらなんかないかな、隠しコマンドみたいな。まあないか、こういう短編のゲームだと大体そういうのないんだよな。いやマジで毛皮だけあんのマジで怖いんだよな。It's dark out. Let's go home. Let's go home. これな。行ってみるか。Knock on the door. あ、でも素直に行っても割とこの目をしてくれるんだね。で、トントントン。あ、この辺は素直に選んでもあんま変わんなさそうだね。おお。で、あ、3つ打った時点でなんか変わっちゃうか。あ、でこのなんか地獄のミッキーマウスみたいなのが出てくるわけだね。
じゃあこれで終わりなんだな。あー面白い。ということで今回はですね、アマンダザアドベンチャーという子供向け番組が題材となったホラーゲームの方で遊んできました。またこんな感じでいろんなホラーゲーム挑戦していきたいと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥のつぶやに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。